人生の目的をしっかりと持ちましょう、ね、で、ね、英語っていうのは意思疎通、自己表現の一つの手段です。英語が先になるんじゃないんです。目的、夢、希望を達成するために英語が必要だ。必要な環境にいるだったら英語を覚えましょう。必要な環境、英語が必要な環境にいない、英語を勉強しなくていいんです。本当だって苦痛だもんね。そんな苦痛なことしないで、ね、英語を使わなきゃ俺ダメだと思ったら英語を勉強しよう、ね、でもね、英語を勉強することを目的にしない、仕事をすることを目的にする。そこで英語する。元マイクロソフトの日本人社長、なるげまことさん、これたまたまこの前ね、2冊前買ったの、場所をしたの。なんだ、俺と同じこと言ってるじゃん。あ、全く同じだって。もう驚いちゃった。この人の英語なんか勉強するんだって、関係ない人。勉強したい人だけがそれでいいんだ。で、トイック、ボケって言って。同じこと言ってる。これ、よかったら、回しますから。これ読むといいですよ。自信つくんですけど、楽しい、そのまま読んでいく。単に趣味の勉強は長続きしません。はい、普通になってくる。習うようになれば、英語関係に飛び込むこと。ね、野上さんが飛び込んできた。ものすごいね、あの熱量はね。で、毎日英語使う。ね、今日と明日はちょっと使ってないなって。で、今インターネットがあるから毎日英語使います。話さなくても文章を書けます。Twitter?フェイスブック英語で書きましょうよ、ね、それから、ね、その他 SNS もたくさんありますから参加する。在日英語人たくさん今来てると交わる、積極的に交わる。恥ずかしがる暇はありません。私が英語を覚えたのは長崎県佐世保市という生まれ育って、そこに明海の歴史があるんですよ。え、誰言う？本当に言う？佐世保？佐世保というか、シャザーですね。あ、シャザー、すぐ近くみたい。いやたまがったばい。佐世保には米海軍基地があるでしょ、はい、で、僕は50年前ですけど、1971年か2年、で、もう佐世保にいることを利用して、なんかね、米海軍基地に入り込んでいって、英語を覚えたい、覚えたい、覚えたいと思ったんです。そしたら、アルバイト の張り紙があってね、学生会のところに出てたんで、うわっと思ったんですよ。EM クラブってやってね、そこのボールルームで、ウェイター募集。で、EM クラブがなんか知らない。ボールルームがなんか知らない。とにかく、すぐ電話したの。電話番号あったから、電話したら、Hello! って、This is US.アメリカンネイリーベースサスボステーションとかとか、ね、英語でバカッと電話してガチャッと来てそれでサスボ弁でどがちそれで何考えるかと図書館に行って英語辞書を取り出していって、バレー辞書と英語辞書を取り出していって作文していって日本語で、それでそれを英訳して This is Mr. 慎太郎君が speaking I want to apply for a jobあと家もらで、そういうふうに書いていって、パッと電話したら、最初のネイビーベースのエクスチェンジで、電話交換代は、そこまで話す必要なくて、それで、ディスリーにしたときに、したときに、スピーキング、I want to apply for a job って、みんな、ブラブラブラって言ったら、Where do you want to speak to? って言ったら、家もらう。OK、hold my hand。パッて言ってて、家もらうの責任者に行ったときに、I saw your job.Job requiring advertisement on the bulletin board at my college って言ったの。あ、あんた日本語できるねって。はい、できますって。あ、日本語で喋ってることですかって。うん、あんた今の英語でもう合格って言うやつだ。それで早くて行ったんですよ。バイクで自動的に運転してたから、ブーって言って、わーよかった、今日から始まるってね。で、行って、全部手続き終わって、その時初めてタイムカードみたいなね、タイプライター初めて見た。うわっと思ってね、この人すごいと思ってね。それで、
間あるねって言われてね、マネージャーから。あ、はい、あります。じゃあ今日から仕事かいって。あ、今日から仕事。はい、わかりました。それでボールルーム、ボールルームって何のことない。ボールルームっていうのは踊る場所、ね、小学校の講堂ぐらい広いんですよ、ボールルームは。そこにバーカウンターがね、やっもう本当に長いのね。そこから10メートルちょっと以上あるかな、バーカウンターがね。その周りに5、6人のお姉様方がいるわけ、ね、お姉様方が。で、マネージャーが私をそこで紹介してきて、今日から新しく勤めてもらう富永慎太郎君です。彼は大学生です。皆様よろしくっつって。じゃあ君、今日からよろしくねってパッと帰って。えっ、何していいか全然分かんない。それで、そうこうしてるうちに、ヒスパニック系の米兵たち6人で、白い行動の中の真ん中で座っちゃってさ、6人。で、ここが黙ってた。誰で行くかって。それね、一番上の仕切り場が。これ、それこそ使って、あんた行ってください。えっ、私、何も知りませんでした。あんた何もやってるんですか。ごめんなさいね、厳しいんだけど。あんた大学生やろっつって。大学生だったら英語できるから当たり前やから。いかんねえって言われて。いや、酒の名前も何も知らんですよ。うちはってだって知らんっつって。行けって言われてさ。あ、これ知れやと思ってさ。でね、じゃあちょっと書くものと、なんか、トレイかなんか、貸してくださいから、トレをくれた。書くもの。うちたちは、頭で覚えてさ、書かんと、とか言って。早く行かんねえって言われてさ、もう、膝がガクガク、喉は乾く。とにかく、行ったんですよ。ハロサーって。How do you do so? って言ってさ、I am 慎太郎富永。ナシツ、ミチューさっつってさ、すごかった。だから、Hey, take it easy, man! って言われた。その、take it easy が何か出たのかな。はっつってから、Hey, relax! はい、はい、サンキュー、サンキューってね、リラックスで。You first time here? って言ったら、Yes, I'm first time here. Okay, relax. Okay, relax. I will have, ね、I will have fucking shut the fucking scotch.I wanna have a fucking shot of fucking scotch. Make it neat, fucking neat. Fuck off. And then, could you speak it slowly? You want to have a fucking shot of fucking neat? A fucking shot of fucking scotch? And make it fucking neat? That's what you want? Yes, you are fucking right. The 6人が全部fuckingほいで僕は全部覚えて、書くなって言われたから全部覚えて、で、カウンターまで行って、チップまで行ったら読むんですよね。一つ一つファックスカットファッキンシャットル、ファッキンスコッチ、ファッキンネイチップアテンダーが、お前な、ファックは使わない。え、ファックって何ですかって。よかった、違った、違ったでも。だからファック外したことは言えず、一番最後にね、あの、さっきのラムコーカーって言うんですよ。さっきのラムコーカーって言うんですよ。チーフ、ラーメンコークって何ですか。ここにラーメンないですよ。えっ、えっ、ラーメンって。そしたらさ、そのチーフがね、下にしゃがんでね、スノコを叩きながら笑ってんの。上がってこないんだもん、しばらく。もう笑いぼろけちゃって、そしてね、上がってきた頃はもう目に涙かかえてさ、こうやってさ、お前さ、お前のことはアホタレ初めてかって言われてね。で、後ろ見て、ラムのボトル出してきて、これ、ラムって書いてあるだろ、はい、ラムの高校やって。はあ、そうですか、ラムのね。そうやって僕は英語を最初の日から取り込んで。でもね、僕は嬉しかったのはね、その6人でね、ノリで持ってきたら、そのリーダー格の男が立ち上がってさ、Hey! You made it!
が一ドルをボンと僕のトレーの上に置いて25セントなの米国じゃね5000円だから安いのだから25セントそれでキープチェンジですよ75セントそのとおり1ドル360円ですよ75セントすごいでしょ一発でそして他の人たちみんなバン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 あの僕のトレーの上にさチップくれるわけだって僕当たり前のことしたのにそれからそれ以来さアメリカに片思い当たり前のことを一生懸命やったらこんな褒めてくれる俺絶対アメリカ行くその日に決めたんです日本では絶対そんなこと褒めてくれる当たり前のことして褒めてくれる皆さん褒めましょう人僕みたいにのぼさやがって英語の達人になるんだ